ごきげんよう、高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2022年5月の23日月曜日です。今夕方の水やりを野菜にしてきたとこです。今日は天気が良かったですから、かなり乾いてましたので、今ゼロで水をやっていきました。今日はですね、中国新聞の本の紹介の ところで見て買ったんですが、ね、生き直すという本で、免田栄さんという最新で無罪になった方の奇跡を高峰武史さんという方が書いておられます。これは熊本日日新聞の社会部の記者の方です。これは1952年生まれの方です。が書かれた本です。今も夜の7時の時計が7時を打っております。なぜこれに目がいったかと申しますと、まあ、一つは免田栄さんの講演を昔聞いたことがあるということと、もう一つは大の生き直すという、これになんかピンときたんです。今私これ、高齢者から高齢者へというテーマで、高齢者起爆剤講演家と今名乗ってるんですが、その75歳からの挑戦なんですね。ということは75歳からもう一度なんかこう生き直すというような、なんかこの私の今の考えていることと、この生き直すという言われてみると、やっぱ75歳から挑戦ということは、まあそれから生き直すということだなということで、この免田さんの本という奇跡の本を買ったんです。そしてこの免田さんについてちょっと話をしますと、これがですね、1925年大正14年11月4日の生まれの方です。そして今前歯はちょっと修正というか治療してるもんですから、ここの発音するとき前歯でなんか空気抜けるんですね。ちょっと発音が作業ですから、なんかこううまく空気を測ら抜けて、発音が悪いところはありますが、それで、その免田さんが23歳の時に実はまあ逮捕されるんですね。そしてなんとそれから獄中34年間その間に、無罪を訴えて再審請求をまずっとされるんですが、まあ、その物語がまあ書いてあるんですが、そして、再審無罪の判決がこれが、1983年昭和58年7月15日に無罪判決があってすぐ釈放して、その後上告なくて、無罪が、まあ、確定するということになって運びになるわけです。そして、その無罪判決から37年間生きられまして、2020年12月5日去年95歳まで生きられたんですね。獄中が34年間そして無罪で世の中に出られて、その後37年間という、まあ、人生を歩まれた方です。ですから私はこの獄中から出てまさに生き直されたわけですよね。そこにまあ、なんか生き直すという、私の75歳からの挑戦とところに何かヒントがあるのではないかと思って、読み進んでいきました。そして今日ちょうど
前から読んでいたんですが、ちょうど今日全部、読み終えましたのでね、この話をしようかなと思ってるんですが、まあ、中がかなりこの厚い本ですから、いろんなことがありますので、まあ、控えあることにおいおいにまあこう語っていきたいと思うんですが、今日その第1回ということでしょうかね。それで、この中で、まあ、ちょっとははんとまあ感じたのは、無罪判決から1年ちょっとの1984年12月18日、免田さんは堤たまえさんと結婚することになるんですね。これが、あれは、横井庄一さんが島から帰ってこられて、またあと結婚されますが、まあ、そのいい伴侶に恵まれることによって、この人生が生き直すことにすごく、まあ、大きな役割をしますよね。まあ、横井庄一さんもすごかった、そのあれも生き直されたと思うんですけども、この免田さんも無罪判決があって1年ちょっとで、結婚されたんですね。これがまたそのいきさつが、これはちょっと面白いというか、こういうことか、まあ、どんな形で知り合われたんかなというちょっと私もそこが気になったんですが、この本読んでましたら書いてありました。福岡県大牟田市に住んでいた玉江さんが講演の依頼に行ったのが縁で付き合うようになったのだという、公園に、依頼に行かれたんですね。免田さんは、坂井さんはそれから無罪からなってあちこち公園に行かれてましたね。公園そのことで、2人で依頼に行く予定が別の1人が所用で欠席、結局玉江さんが1人で行くことになったのだ。そして始まった交際、ある時は写真週刊誌にデートしているところを激写されたこともあった。その写真週刊誌が私の手元にあるが、当然だが2人が若い、そして免田さんは時代の人であったと書いてあります。はあ、はあ、そういうことで、まあ、玉井さんに会われて、まあ、それから生き直す大きな力になっておりますね。まあ、これいろんなことがそのいきさつ2人でいろいろ活躍されることが書いてあるんですが、そしてですね、もう、まあ、2つ目に、死刑が決まってからかな、父親に自書を頼んだ。勉強しなければいけないと思った。死刑が確定してからバタ狂ったという意味は死に物狂いだったという意味だそうです。当時は字も書けなかった。すごいですね。皆さん、この辞書を差し入れてもらった、それから勉強が始まって、最新のまあ、この出会い、情報を知る出会いがあるんですが、まあ、それをするためには勉強しなければならないと思って勉強を始められたというのがすごいと思いますね。まあ、その勉強がなかったならば、再審は通らなかったし無罪にもならなかったんですね。生き直すのに、まあまあ、伴侶恵まれ、そして勉強したというのがね、その結果、まあ、出られても、講演などさまざま社会活動を行われました。そして、これからの人生を司法と人権運動に取り組んでいくという決意をされたそうです。まあ、生き直す、まあ、一つ私もこの本読んでまして、まあまあ、いろんなことを学んだんですが、全部今整理してませんけども、もう今ちょっと今思いついたのを挙げましたけども、やっぱり生き直すというには、そこには努力がいります。そして、免田さんはよく奥さんに言われたそうですね。私は運がいい人間だと。いや、客観的に見たら、どうですかね、誤って、
韓国に34年間もいられたわけですから運が悪かったと思うんですが、遠田さんはそこを乗り越えて無罪という、日本で初めて、いや世界で初めてなのかな、あの死刑が決まってそれが無罪になったというのはね。だからそうなる、無罪になるための申請、再審をするのにいろんな人との出会い、いろんな人の力協力があった、私は運が良かったと奥さんに語ったと言われております。まあ生き直すというヒントまだまだありますけども、今日はその中で私今パッと思いついたものを語ってみました。75歳からの挑戦、ぜひ私も生き直すことをですね、やることが輝く高齢者になることだと思っております。ではまた明日、輝けよう。